アンダー55キロファイト、最強春馬 VS 武井良樹。こちらが武井良樹、168センチ、ここまで2戦して1勝 1KO 勝ち、対して4戦して3勝 1KO 勝ちが左側170センチ最強です。共にクラッシュで活躍があります。今回行われるトーナメントと同階級、延長なし引き分けが存在します。3ノックダウンシステム、第1ラウンドスタートです。赤いグローブ最強、左のローキックから入ります。右手を前にしている最強、同じ構えでというのが武井、共にサウスポースタイルで相対します。さて解説の中村拓実さん、改めまして、はい、この戦いなんですけれども、重大対決楽しみですね。そうですね、今回その本戦前のこのプレリミナリーファイトという形で、しかも若い2人の対戦なんですけど、本当に2人とも言ってるようにこの試合は、ストレートから膝、武井がすでにボディフックも織り交ぜていきます。もう本戦に出てもおかしくないぐらいレベルの高い試合になると思いますし、この2人必ずこの後、はい、この K1 だったり立ち技格闘技トップに来る選手だと思うので、はい、本当に今注目して見てもらいたい。本当にこうすごいカードが実現しているというのをぜひお伝えしたいですね。そうですよね、この時この2人が戦っていたんだなというふうに、必ずいずれ思わせる2人です。もうそこは断言いたしましょう。さあ飛び上がった膝のところに左前蹴りでというところなんですが、これ圧力で今武井の方でしょうかね。そうですね、まあ、2人とも本当にこうオーソドックスに何でも強い選手なんですけども、まあ、やや武井選手の方がパンチで押していくようなスタイルで、最強選手はまあ蹴りしたいかなと、はい、まあ、ちょっとそういう住み分けのあるタイプだと思いますね。今年のファイトでは1月4日やはり同じチームドラゴンの佐野天馬に判定で敗れているのが武井良樹。その前はタスクを1ラウンド KO、 その時は左右のボディフックでしたよね。そうですね、本当にもう会場がこうざわつくぐらいの、はい、試合だったので、今回もこの K1 のリングですハイレベルな試合を見せてくれると思いますし、はい、実はこの2人ジュニア時代とかキッズ時代、そういう子供の時に実は戦ったことがあって、はい、その時は武井選手が勝ってるってことだったので、そういった意味ではそういう若い選手たち、本当子供の頃からやってる選手たちがこの K1 の舞台でまたこう対戦するっていうのも、はい、こう時代の流れというか、この立ち技のレベルの高さっていうのを感じさせる試合でもありますね。お互いそのお父さんの影響で K1 を見始めて格闘技を始めたというバックグラウンドもあるんですね、はい、ここは今度は圧力をかけ返すのが最強です。ブレイクの声、さてここはタイムストップとなっています。中村さん、これはもうホールディングで警告ということになりましたね。そうですね、K1 ルールではこう間にこう組みついて攻撃は禁止ですからね、はい、いやそれにしてもこれ激しいパンチに蹴り、連携をすでに見せつけています。初めにプレッシャーをかけたのは青いグローブの武井、それに対して最強の方が盛り返しているという図式でしょうか。そうですね、やっぱりしっかりこうブロックを固めて武井選手のパンチを弾き返しながら、このローとあと前蹴りでボディも削ってたので、じわりじわりこう自分のペースに乗ってきているような、そういう展開になってきましたね。ここも最強が詰める左ハイキック、改めてガードを高く、そしてステップで距離を取るというのが武井。ここで第1ラウンド終了です。さあフレッシュな2人の戦いですが、中村さん改めて第1ラウンド感想を。そうですね、やはり西京選手、序盤やや武井選手のパンチにこう押されて、コーナーだったりこうロープに詰まる場面多かったんですけども、まあ、その中でもしっかりこうブロックを固めて、致命傷はもらわないようにしつつ、武井選手の、ボディと足を確実にこう蹴りで削っていくような展開があって、はい、前半、武井選手、後半、西京選手、そういったこう流れのできたラウンドだったかなと思いますね。やられたままでは済まさないという攻撃、その攻撃の際の際でも見られましたね。そうですね、やはり武井選手がパンチをバーッとまとめて後線出ても、西京選手は必ずローを蹴り返したり蹴りを返すっていう、本当にこうお互いのこう技術がこう交換しているような、そういういい試合になりそうな予感のする一番でしたね、はい、そうですね。そしてもう共に堂々たる佇まい、強い視線を相手に投げかけてきます。
試合は中盤第2ラウンドです。左ミドルからまず青いグローブの武井打って左側に回ってパンチへつなげていきます。最強前蹴り、やはり最強はこの蹴りが得意ですね。そうですね、あとは多分このラウンドはもっとパンチが出てくると思いますね。はい、ローキックから下から崩して押してという攻防です。ちょっとあの1ラウンドの終盤にあの最強選手のローでちょっと武井選手嫌がるような素振りもあったんで、はい、最強選手こう徐々に、やっぱりパンチ、そうですね、来ましたね。前蹴りで距離を取って飛び膝、このバネも2人ともさすがというほかありませんね。はい、ただ武井選手のまあの、強い動きを、はい、修正して、さらに膝、ここはローブローとなりましたか、ね、近的に膝蹴りが当たってしまったようです。まあ、でも最強選手はあの武井選手はあの右足にちょっと狙いを定めてますね、はい、そうですね、またそれを、はい、フェイントにして の, あのハイキックと左のストレートも狙ってると思うんで、右のパンチも当たりますし、さらにこのいい意味でいやらしいと言いますか、腿のあたりへのぞるな、あーホールディング注意、2人に対して与えられています。まず口頭注意、ちょっと武井選手の方があの攻撃のが手詰まりになってきたんじゃないですかね、はい、これ気になりますね。そうですね、やっぱり武井選手は攻撃出しても必ずあの最強選手があのローを切り返したり、はい、してくるので、それでも右左の膝から右フック、右フックはもう一発テンプルのあたりへ、思い切ったモーションの膝は最強、その離れには右のパンチがあります。武井です、再びグローブを合わせて蹴りに対してパンチでさらに左ローというのが最強、最強がまたギアを一つ上げてきたようですね。そうですね、あの徐々に徐々に、まあ、ローだけじゃなくて酒井選手は右のジャブも当たるようになってきたので、はい、こうやってくるともっと攻撃が当たりますからね。攻撃のつながり、最強がアピールします。2人の間合いというのはこの段階いかがですか。そうですね、やっぱお互いあの攻撃できる距離にいるんですけど、やはり最強選手の方が最後はやっぱ自分の攻撃で終わってますし、はい、プレッシャーかけれてるポジションで戦ってるなっていうのは感じますね。ここもブレイクの声です。タイムストップ、ホールディングがこのラウンドでも警告となってしまいました。あと一つ武井に注意が与えられるとこれ減点1となってしまうんですね。気をつけなければいけません。ワンツー、武井のパンチ、さらに左ボディフック、一瞬最強をひるませたか、顔面下がると危ない、はい、武井選手もああいった最強選手の蹴りにあのパンチを合わせたり、あの距離詰めてパンチで回転で勝負すればいい部分出せると思うんで、お互いの武器、ここはいかんなくぶつけ合っています。武井の左ボディもいいですね。そうですね、あの顔面にパンチ出してからのボディだったんで、はい、まあ、あの辺をねこう参戦とかその10代の選手がやるっていうのは、まあ、驚きですよね。いや全くですね。第2ラウンド終了です。確かにそうですね、最強こちらが、はい、これがプロ5戦目、そして武井に至っては3戦目というデータです。た、は、ま、い、にその表情もよし。さあ最終の第3ラウンドをこれから迎えるということになります。これ中村さん思うところたくさんあると思います。そうですね、あのやっぱり展開的にあの1ラウンドの終盤、そして2ラウンドはあの最強選手のペースにどんどんやっぱりあのなってきてるので、武井選手としてはあの蹴りに合わせたパンチ、あと顔面とボディへのパンチのチラシをうまく使ってあのもっとこう挽回できる場面というか、はい、あのダメージをしっかり与えれるようなダウンにつながる、もしくは KO につながる攻撃というのを3ラウンドが必要になってくると思いますね。さあその明らかな差を見せつけることができるか、最強そして武井。プレリミナリーファイト第1試合からテクニカルな戦い、若い2人が見せています。赤最強、青武井、さらなるはっきりとした差をと、これ武井が、あ、最強の方が出てきましたね。そうですね、やはりでも最強選手の方もここは今念願のこの K1 初出場なので、はい、やっぱりこう KO だったり、あのこうインパクトある勝ち方したいっていうのもやっぱ気持ちの中にあるでしょうね。上昇軍団と言われた久しいチームドラゴン、トーナメントにももちろん優勝候補が参戦いたします。その同じ階級です。さあ最強左ロー、
それに対して武井も必死に牢を返していく。ももは正面からですが、これは鬼門の表情。今もあちょっとローブローだったと思うんですけどね。なりましたかね。まあ、ただ足嫌がってるのは明らかだと思いますね、はい、ちょっと膝を上げるような仕草ありますよね武井。それでも思い切って突破クロパンチと打ち込んで、さらに崩しなんですが、これはいけません。このラウンドも口頭注意、最初に与えられたのは武井の方です。武井選手がパンチでいくのは最強選手はある程度やっぱ打たせてブロックしてロー返すっていうのはタイプですからね、はい、おーってこいというところから左の服飛び座ダウンではありません。ここも組みつくような体勢になってからの攻防なんですが、一つ有効度ありましたね。そうですね、武井のパンチには膝、さらに左ボディをジボボというのが最強です。押し込んでいます。決して引けないという姿勢。やっぱり武井選手のパンチにパンチですよね、蹴りに合わせた、はい、ああいうところは一発でも試合の流れ変わりますからね。また多少体勢が崩れても、はい、武井も全身これバネですからね。前蹴りで突き放すのは最強、最強も飛び膝、最強サイドからどう見えますか。そうですね、やっぱり序盤はいいペースでローを蹴ってたんですけど、はい、やっぱりコーナー際 の左にパンチ合わされたところから、うん、ちょっと動きが、うん、良くないというか、しかしクリンチも、はい、増えてきたので、そうですね、組付けに対しては今警告が武井、口頭注意が最強です。もう一つ口頭注意となってしまうと武井の方は減点1させられてしまいます。パンチから下がりながらの膝、そこに前蹴りは最強、ここもこの辺り気をつけたいですね。そうですね、熱い打ち合い展開しているだけに最強にも警告、これで2人とも警告です。飛び込んできたところに右のフックが最強、ここもブレーキとなっています。残り時間が少ない、蹴りにはパンチで最強ワンツー、右のロングフックは武井、膝でストップさせる、さらにロングレンジ、お互い前進します。下がった顔面に膝、左ハイ最強、さらに前蹴り突き放す、右フックローは武井、放ったところで試合終了です。勝敗は判定によって決まります。赤最強、青武井の一戦。これジャッジはどうでしょう、ちょっと難しいでしょうかね。まあ、2ラウンドは間違いなく最強選手が、僕取ったラウンドだと僕は思うんですけど、3ラウンドに関してはもう武井選手の方がパンチ当てて出てましたし、1ラウンドが前半武井選手、後半最強選手というラウンドだったんで、割れるというかどういうポイントになるのかなとちょっと可能性ありますね、聞いてみたいと思います、はい、さあ間もなく発表です。終了結果をお知らせいたします。ジャッジは29対29ドロー、1人目は引き分けです。ジャッジするのは29対28赤最強、2人目最強、ジャッジするのは30対28赤最強、最強春の判定勝利、しのぎ勝ち、武井義樹を下しています。その判定は2対0です。さあ中村さん、やはり難しかったんだなというのが伝わってまいりました。やっぱり中盤以降は斉藤選手のペースだったなと思ったんですけど、また3ラウンドやっぱり武井選手の一発のパンチで流れを自分の方に持っていって、いい場面も作ったので、まあ、そういった意味でやっぱこれから の、はい、につながる試合だったと思いますし、逆にこうしっかりここで勝ち星を取った最強選手もさすがだなと思いますね。そうですね、はい、これまだ17歳、はい、ここから伸びるのみですよ ね、 そうですね、これからどん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 2人とも強くなっていくと思うんで、はい、まあ、ぜひ皆さんご期待ご注目してもらえればと思いますね。いずれこのまま進めば再戦はありますよね、はい、あると思います。17歳と18歳の2人に今後にご期待ください。今日のところ勝者は最強春馬。